いただきまーす。朝ごはん食べます。ちょっとおさまさすぎ。いただきます。バルサムサラダ。とりあえず今日は朝起きて、あ、ロイジかけてゴミ捨てて今に至ります。はい。で、最近お世話になってる方からすっごい美味しそうなギフトボックスが届いたので、そちらも朝ごはんで一緒に食べていきたいと思います。なんかね、こんな感じ。これはマフィンとゼリー、あとはこっち。私こっちのボックスが大好きで、前にもいただいたんですけど、このさ、ジュースが大好きすぎ。ゼリーもめっちゃ美味しかった。友達が家に来た時に一緒に食べたりとか、このジャムはパンに塗って食べる、私が大好きな成城石井のこの白パンとマスカルポーネを焼きました。オーブンで、オーブンならトースターで。このジュースもジャムもゼリーもマジで美味しすぎる。ジュース長野県で作ってるやつみたいですよ。なんかジャムもすごいおしゃれな、ミルクオレンジ、チョコバナナ、グリーンアップル。ゼリーはさ、これ冷やしてから食べようかな。いちご、ピーチ、マンダリン、みかん。美味しそう。せっかくだからさ、なんかのジャム塗りながら食べたいなって思ってるんですけど。てか私花粉で声やばいんですよ。チョコバナナとミルクオレンジ今日食べてみる。ジュースも飲む。これね、冷たくずっと玄関に置いてたから、冷たいからそのまま飲む。私これ大好き。前もいただいた時めっちゃすぐ飲み干しました。ありがとうございます。いただきます。ジュース普段あんまり飲まないけど、こういうジュースは大好き。うん、うますぎ。最高。一気飲みなんだけど。寝起きすぎる。本当に美味しい。白パン大好き。もちくん、これ硬い、開けれない。シール剥がそう。普通
いた。うん、うまっ。いつも送ってくださるんですよ。すっごい美味しい、本当に。せっかくだから私の大好きなパンとコラボレーション、絶対美味しいやつ。うん、この動画かなり緩いですよね。たまにはやっぱ、たまにはっていうか、いつも緩いけど、あんまこういう動画出したことないかも。最近はめちゃくちゃ忙しかったです。やっと昨日で一段落って感じ。一段落ではないかも。すごく楽しみなことをしていて、皆さんに早く発表したいっていう感じで頑張っております。最近は大変だけど楽しさが勝つ。さっき朝ごはん食べようかなと思ったのに準備してたら、いきなり母親から、今日は外に出ないでね、あなたが救急車に運ばれる夢見たからって電話かかってきて、全然外出る予定とかなかったけど怖くなって、お持ち帰りも外に出さないでねって、うん、めっちゃチョコ美味しそう言われたっていう、どうでもいい話なんですけど、なんで今日は家から出ずに過ごしたいと思います。もともと出る予定なかったんですけど、うわ美味しそう、これ絶対美味しいやつだ。うん、チョコもバナナも好きだから最高。こんな感じで食べていきます。締め、いちごチェリー食べます。これ正解？器に移すので、いただきますでやんす。うん、めっちゃいちご最高ですわ。贈り物とかにもいいし、自分家に頼むのも普通にいいし、ぜひぜひ皆さん食べてほしい。ゼリーも超美味しいけど、私の一押しはジュースです。ジュースってさ、もらって嫌な人いないと思う。しかも美味しいしって感じで、これを食べたら今日もお仕事頑張ります。ゆるゆる動画にお付き合いいただきありがとうございます。皆さん今日も一日頑張りましょう。